さあ、今日は私のシリーズ化にもなっているピアニストの譜読みやっていきたいと思います。それで、これアルフレット版ね。アルフレット版は、私が、このラフマニノフの2大ピアノのシンフォニックダンスっていう、これ1冊で1曲なんだけど、もう長い、本当に大曲で、これをすごく大学院の時に勉強した時に、アルフレット版って見やすいなって個人的には思ってたくさん買ったんですね。で、それがこれ全くのおニュー、全く開いてない皿なんだけど、このラフマニノフ編曲の、ものがあって、これ何何とかって思ってみると、いろいろあって、と思って、でここに愛の悲しみ、愛の喜び、クライスラーのものが、その編曲したものがあって、これ有名ですごい曲だからやってみようと思って今開いています。で、どっちでもいいんだけど、ページ数的に短い方がやっぱりいいから、38、48、63ってことで、悲しみの方が短いね。で、しかもこれ、クマバチの飛行もあるじゃない 楽譜持ってないと思ってた。そうで、じゃあ、38、これを見ていこうと思う。それで、私の、譜読みシリーズは基本的に短い曲で、名曲でみんなが弾きたいなと思ってる曲になるような曲、そして私が、弾いたことがない曲を、チョイスしています。で、それで、無言で譜読みするんじゃなくて、ブツブツ言って、わざとこう皆様に考えていることを分かっていただけるように話しています。で、まずこういうふうに見ると、もちろんこれ本当に名曲中の名曲なので、メロディーは全然知っているけれども、楽譜はね、初めて見る、聞いたことあるけれども、そんな細かいところまではさすがに覚えてない、弾いたことないから。で、こういう時に、例えば、ここまで47まであった時に、例えばさ、初めて見る楽譜でやることって、まず例えばダブルバーがあると、ダブルバーが今1個2個、3個あったら、なんかそこで必ずやっぱり場面が変わってるから、区切りがあるなとか、あと音色変えちゃうなとか、もうおのずとね、考えるよね。で、この最初はね、音少ないから、おそらくいけるだろうなと思ってて、で、この41ページの方は、ピュービーボって書いてあるから、ちょっと、譜読みの時は、なんていうのかな、もっと前に行きたい、本当はね、仕上げでは行きたいけど、ちょっとゆっくりめにさらった方がいいよなーなんて思い、で、このテンポプリモの前はダブルバーまたあって、これはね、これ難しいと思う。これ、もう両手でこういうふうに飛ぶのは必ず難しいから、これちゃんと練習しないといけないと思うな。で、あとは、これいわゆるリストとかラフマニノフとかがよくやるやつだよね、細かい音。それもちゃんと見ないとね。で、あと、やっぱこういう6度とかで飛ぶやつの、これあとでちゃんと見る。そうで感じ、よし。で、時間がなくてサクッといこう。最初はこれ音少ないから、行きたいね。大体？すんごい5度。だって5度ってクラシック音楽ではすごくこう、なんていうか、お正月みたいな。ね、やっぱりちょっと独特だから、わざと5度使ってるっていうのは絶対意味があるはず。ね、クライスラーでも、もちろんラフマニノフでもちゃんとそこって気づいてやってるよね。弾いてるけど、音少ないからね。皆さん、こう私の目を見て弾いてるところと、楽譜どういう風に見てるかっていうと、弾いてるところよりもちょっと先見てる、基本的に。
えてよ、大丈夫ね。まあ私は気づいてるけど、もし間違えたのに気づいてないと思う人、うん、気づいてる。あ、間違えた。広がってんね、ここ。そのためにやっぱルルルってやっぱ羽生えてるみたいな背中に。5度でしょ、ラシトルミ。また5度。あ、でもここから違う。広い。でもまあなんとかいった。そうね、なんかこういうとこいいね。めっちゃいいやん。でここからちょっとややこしい音が。さっきもそうだけど、ちょっと場面変わって、でここでダブルバーだけど、今これって導入だからダブルバーのここのここからもう場面変わりたいよね。でさっき言ってたピュービーボー、これってさ、今までって音歌が8分音符だから、あの2つで割ってたけど、これ3連符になってるじゃん。で 3連符になってピュービーボーだったらさ、そりゃ相当早いよね。でもそんな今結構な速さで勢いさんで弾いたから倍の遅さでいこう。でも本当は仕上げの時は違うよ。このファーファサラーのあたりがなんか わざと だろうけど、でも弾きにくい。え、今度はラのシャープじゃないじゃん。わざとかな、これ間違いかな。あ、わざとだね。次音違うもん。ラで合ってるよねこれ。数えてないけどラで合ってるはずだって。アドアだもんね。うん、だと思う。そう、そしたら今ダブルバーになった。ここのピュービーボはリスはなんかあれだね、ダダダラドタティタラタラタティンドレーっていう感じでいきたいよね。それでいきたいけど、まあね、今初めてだから無理だよね。
ことでしょ。そうで、ダブルバーで、もう完璧にこう腸が、何もなくなってて、ね、これで、アードゥアからあーもうそのシャープがあるってことはアーモールだよね。そうするとモールになってるから、なんかこの明るい感じからまあ暗くなるんだろうね。このアーモルドをだって今までのところがモールになって、なんか急にリトリトリ、これ左手と右が、左手と右が一緒だからそういうとこで弾きやすい。で次レジェロだって、これさっき見た時一番難しいんじゃないかと想像したところ、うん、左手と両方動くこと、そういうとこって結構難しい。で、これさ今私適当にまあ弾いてるけれども、こういうスタッカートのところって最初は絶対レガートで弾いた方がいい。その方が手が覚えてからスタッカートにするのは簡単。でもスタッカートで練習してからもう一回手の形を覚えさすって本当に時間が3倍かかる。だからこういうところはこういうもうわざ と、レガートで弾く方が絶対上手くなるよ。あの短期間で弾けると思う。手が場所を覚える、それが最優先。あ間違った今音、あ間違えた、なくてもいいか、分かってるから。次、これ、右手と取ったらラね、これでいいよ。あめちゃくちゃクレッシェンドじゃないですか、これかっこいいね。なんかもうすごいよね。でしかも今一生懸命私も弾きながら見てたけど、テヌートがあるってことは後ろなんだね。このこうだよね。でここちょっとややこしいところです。お、ちょっとややこしいね。入り組んでるもん。ドドド。まあでも簡単か。ドドドドドドド。あ来た。細かい音、これファーで合ってますか。あでこれ今アッチランドとか書いてあるけど、これ譜読みするときはそのアッチランドとかちょっとそんなさっさとしなくて大丈夫。それでこういうときね本当にコツがあって、コツなのよこれって。こういうふうに、どのシャープでしょとかって弾くんじゃなくて、例えば4つずつ分けて、シドリミファソソラって覚えてとかって弾いて、次も
とかって弾く方が絶対に早く弾ける。期間ね、今じゃなくて仕上げまで早いってこと。けどこれをこういう感じで、まあこういう風に練習しててもね、永遠にうまくならない。なんか手がさ覚えないから、それよりは。パってそれナチュラルで合ってる合ってるのかな、うん、あ同じこと繰り返してる、うん、これ 1,2,3,4 回かな。でその後もそういう意味でこう、これ小指ずっとミかミミミミだね。じゃあミを間違えないように、でこれをこう、あこれって左手と右手一緒なのかな。一緒だったら相当弾きやすい。一緒一緒、あ違う残念、違うとね弾きにくい。一緒、あ違う一緒、あ一緒、あ違う。でこういう風に見ていくと結構一緒ってことは手がはまるからさ、同じ形で早いよね、習得が。これファーって今弾いたけどファーで合ってるかな。この楽譜はファのなっちゃんが書いてくれてないけど、でも普通に考えたら今ずっと左手のこの中の部分って音違うのにここだけ一緒なわけないね。でも後から他の楽譜確認しなきゃ。振り出しに戻るって感じ。ここは5度じゃないねで次グラッツオーソドルチェって書いてあるから、ディーラリータディータ、あここか、うんうん、ナチュラルとさファのナチュラルってめちゃめちゃセンス良くない？これどうした、すごいな。これ次、これこれはもうシャープ、これ普通だね。あれ何事、もっと増えた。とっさの判断でこれ私、左手で弾きました。でもいけそう、これこれ左手で弾いたら皆さんも、ソミドシソミド、違う、また3連符になりました。今2分音符、あじゃない8分音符の2で弾いてるからちょっと倍速ぐらいで弾きます。倍速の遅さで、こんなとこあったっけな、あれえ面白い、これ5度じゃないな、せっかくだから5度持ってきてよね。だけど5度じゃない、7度持ってきてる。みだ、みだとみ。
とこインテンポで行くと私の今のテンポよりも全然早いよ。ラレトリラトルララララトントンラララドン、このぐらいの速さだけど今は倍でわざと弾いてる。あの急にその音楽が変わるとあの今までのテンポでもちろん弾きたいんだけど、まあ、ちょっとミスが多くなるとさ、どうせ元に戻ってやらなきゃいけないから。そうで本当は私もうちょっと最初、譜読み遅めに弾きます。でも今ちょっと時間気にしてるから早く弾いた。じゃああと1回ラスト行ってみようかな。落ち着いてテンポの、まあ、ワルツのテンポでティッティッティッティ5度からのさ8度になった時のねなんか開放感すごいね。あ違う、左間違った。ちょっと追いつかないなぁ。羽ね、この星屑みたいな音って大好き。あ、でです今。その2になったり4になったり3になったりがちょっとこれとか出せる出せる。モール
こ急にあれなのかな、スタッカートなのかな、まあそういうものなのかな。あじゃあちょっとテンポあぐらつかせたら、よく見ておこう。右手で引っ取って作曲しました。降りてきてるからそれ意識したい。適当。今の適当です。ああでもここはやっぱりさすがに覚えてない。こういう感じで弾きたいけど、でも違った音弾くとさ。まあやっぱ良くないから丁寧にこう、あとでちゃんとやっとくね。さっきデだったね。次のそのワルツの感じに優雅に行く感じ。もうちょっとペダルつけようかな。そう、好きなとこオファー。練習しないといけないと思う。これ難しい。ゆっくり弾きます。ね、これファーだったのかファーシャープになるね。まあわざとなんだよ。練習するとか決まったね。このワルツのところの、ここの、4小節ぐらい と、このいわゆるもう本当に、まあ、星屑のところね。であとあここ、この3段、このここの3段は必ず練習しないとダメで、それ以外はあとはこのピュービーブのところの、まあ、3連符になったところの、この本当になんていうかな、今までと音階が違うけれども、それがスーッと下から上に風が吹くように弾きたいね。なんとなくすぐイメージはできたけど、やっぱりもう少しさすがに練習した方がいい。でこの最初の1ページ2ページあたりは、私的には今2回くらい弾いたけど、もうちょっと、ペダルを遊びたいな。ペダルが今 ある程度自分の好きなように弾いてるけど、もう少し全体を通してペダルを多く使うところと、わざと短く使うところを、なんかやると
なんかこういう、編曲ものって同じメロディーをいろいろ変えていってるから、なんかさらにそういう変化に富んだ仕上げができるんじゃないかな。いずれにせよ皆さん、これおすすめです。じゃあ今日はここまで。